せ、アルミンの言う通りそうはないはずなのに、どうしてダメなの？考えられるとしたら、平成剣はすでにエレンを見限っているのかもしれない。失礼します。もしそうだとしたら、始祖の継承者選びも始まっている。あの部屋の会話を聞いてくる。待ってよミカサ。大丈夫、バレないようにできる。今兵器違反を犯しちゃまずいよ。状況がこうなった以上、兵団の方針をいち早く知る必要がある。何があっても私はエレンを。クレー総統の私物である特注の椅子、これに爆弾が仕掛けられていたと見ている。総統を含む4名の兵士が犠牲となった。犯人もその目的も不明。彼なら一日中私と一緒にいたし、義勇兵は全員軟禁中だ。では他に考えられる勢力は？あの椅子は新兵に運ばせたと総統は申しておりました。どこの新兵だ？総統は新兵とだけ。しかし僕とミカサは総統の部屋を訪れる前に本部から立ち去る新兵を見ました。調査兵団です。調査兵団といえば、エレンの情報を外に漏らして懲罰を受けた者どもがいると聞いたが、まさか。緊急事態です。エレン・イェーガーが地下牢から脱走しました。兵を総動員して捜索するんだ。了解。急げ。我々も。アルミ、一体何が起こっているの？ここにいる者以外にも俺たちの味方は兵団内に潜んでいる。ダリス・ザックレーを爆弾で吹き飛ばした者もいる。このエルディア帝国を救えるのはお前しかいない、エレン・イェーガー。大丈夫だよミカさん、エレンなら分かってくれる。話し合えばきっと分かってくれる。ジークの居場所を特定する。